倉田、そして小野瀬を使う、小野瀬から倉田マイナス、ああこれいいところだ。さあ武藤です。武藤に対しては藤原、さらには遠藤が行ってボールを奪った。ノーファール、藤原運ぶ、遠藤へ、倉田、そして藤原、オフサイドない、マイナス、さあ遠藤、アデミューさん追加点です。ガンバ大阪リードが2点に広がります。来ましたね。ですね、ここですね。藤原行きましたけど、藤原と遠藤がここね、あのカウンターさせなかったんで、ここはまず良かったですよね、はい、でファンイージュはまず あそこファーポストのところ、キーパーと最終ラインの間のところを狙ったんで、はい、ラインがそのボールのラインまで、ここのラインまで下がりますから、その下がったスペースをうまくマイナスをこのアデミエソンがファンイージュの動きも見ながら狙ったと、はい、非常にうまかったです ね、 そうですね、1年の。まあそれにしても藤原もアシスト仕事しますね。そうですね、前節はクロスで小野瀬の得点をアシストしていた藤原。